高木です。本日はですね、とあるバズ料理を作りたいなと思って、なんでもなんかこう買ってきたものをそのままチャーハンにするっていうのが流行ってるんですよね。例えば一昔前だったらスーパーのお惣菜のお寿司セット、あれをそのまま焼いたら美味しいみたいな。卵とかあれ入ってるじゃないですか、卵生姜とかで魚とかも焼いても美味しいじゃないですか。一見ね、あんなお寿司なんか焼いてチャーハンにしたら合わなさそうやけど、よく考えたらあ、なるほどなってなって、まあそれで前はケンタッキー炊き込みご飯とか、マクドナルド炊き込みご飯とかもやって、ということで本日はですね、すき家の牛丼をそのままチャーハンにしたら美味しいらしいんですよね。なので本日はすき家のキング牛丼の激うまチャーハンにしてみた、やっていきたいと思います。まあ、とりあえずじゃあすき家までこちらのキング牛丼を買っていきましょう。よいしょ。はい、というわけでこちらね、実はですね、すき家ってキング牛丼の持ち帰りはできないんですよ。だからなんか量的にはメガ牛丼を2つ頼んだらキング牛丼の量になるらしいです。それでは早速作っていきましょう。具材的にもさ、ご飯、お肉、玉ねぎで、ついてくるこの生姜で、あと卵、これ持ち帰る卵入れたら本当に美味しい美味しいチャーハンになるみたいなんですよね。だから言うたらすき家にあるものだけで完結できるんですよ。いや俺がさ、こうやってキング牛丼チャーハン作るよって言って、みんなに振る舞うよって言ってるのにさ、たまちゃんと弟普通にすき家の牛丼買って食ってた。じゃあ早速炒めていきます。すごいメガでも結構量あんな。おお、すごいいい音。まあ、行ってみますよ。はい、行ってこい。ここにすかさず卵を入れていきます。クッキークッキーンって、結構さ、これつゆってさ、味が濃いんですよね、意外と実は。まあ、なので本当に何も味付けしなくても、このつゆだけで本当にすき家さんそのものが味わえるというか、まんまに本当にすき家さんのチャーハン。これも生姜も入れていきます。これもね、いい味のアクセントと食感になるらしいんですよね。ここだけ見たらもう牛丼やんね。いい匂い。ここにすき家についてる七味も入れていきます。サカ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 、食欲そそる匂いや。なんかすき家のさ、牛丼の匂いって結構独特じゃない。甘い感じの、本当にすき家の牛丼の匂いって感じだもんね。量多すぎてチャーハンっぽいことしたいねんけど、いくよ。あかん、無理や。でもこれ卵がいい感じになって結構チャーハンっぽくなってる。いやそうやね、結構パラパラっぽくなってるやろ、うん、パラパラキング牛丼チャーハンや。いやー、おお、ちょっとできた。オッケー、こんなもんでいっか。近くで見たらこれ好きやけどな。この状態でさ、僕は今好きやにいますって言っても分かれへんもん。こことかの焦げ目めっちゃ美味しそうやん。じゃあいきますよ。おっ、ストンっつった今。3、2、1、GO。おお、めちゃめちゃ綺麗やし、めちゃめちゃ焦げ目美味しそうやなこれ。わあ、ちょっとすごいなこれ。何ですか今日は。これはこれはキング牛丼チャーハンをね、おー作ったんで、まあ好きやん。どっちも好きですよ。まだ食ってないんやじゃん。食ってない。そうなんや。形見てもらったら分かる通り、あ、見てたよ。いやでも見るのは初めて。ちゃんとお焦げがいい感じやね。そうやね。いただきましょうか。いただきましょう。いただきます。いただきます。うわ、うまっ。なんかちょっとふわふわ感があると思ったら、そう、これプラススキヤの本当に集合体みたいな。スキヤを解体してキッてしたらこれになりそう。濃縮感覚、濃縮感覚。なんかほんまになんかこれ食べて目つぶったらなんかスキヤみたいな感じじゃない。いつものガタガタの右端の机と片言の店員さんがいらっしゃいませー。これなんか別の味として売られとってもなんか、なんかすき家チャーハンって言って売られててもおかしくないレベルのクオリティですね。うまくね。うまい。紅しょうががいい悪天と聞いて、おう、なんか分からんじゃけど、なぜか大阪を感じる。紅しょうがか、たこ焼き感がなんかちょっとある。ああ、確かに。なんかどこからその要素来たのか分からんけど、焦げの部分ってなんかたこ焼きやん。牛丼は焦げ目はないやん。確かに。そう、その感じかな。いや、しかし量すごいな。でもこれいい歌はじゃあもう食っていいんですか。でも俺久しぶりに出るけどさ、アルバムの話とかもしてあると思う。うん、12月の18日に EP、まあ、いわゆるミニアルバムでね、はい、発売されます。そのための今ね制作中でございまして、互いにとてもとても忙しい状況でございます。そうやね、ほんとやべえよ。もう本当。で、12月28日ね、ライブもそれを引き下げてライブもするんで、皆さんぜひお越しください。あ、もう一時はね、うん、もう締め切っちゃったんで。来られる方はもう決まって。はい。落選した方もね、結構今回いらっしゃって、まあ、応募数がね、多かったということ、本当にありがとうございます。複雑な気持ちですけど。いいですか、いただいちゃって。どうぞ。いただきます。噂のおこげのところを。たこ焼きを感じますよ、ね、わかるわかる。あ、わかるわかる。あるやん。お好み焼き。あれのたこ焼きバージョン。なるほどね。好きやさん。蒙古タンメン長野とみたいな感じでね、竹焼きがこうやって。俺が CM とか出たらこってこっての関西弁話されるしょうちゃんの LINE 公式みたいな。牛丼はやっぱり好きやや。美味しいね。でもこれでもめっちゃ手軽やのにすごいですね。炒めただけなの本当これ。うん、はい。でかでかお、いいんだそのスプーン。あ、そういえばマイくん、昨日誕生日おめでとうございます。すごい。
本当に22歳の誕生日マジで嬉しかったね。もう突然家に来られて何かと思ったらマジでおめでとうって言われて結構前からね。え、そうなん？そういう話してて、まあ、だから実はその昨日昼間にユニバに連れて行く予定だったから、マイチ君にあらかじめちょっとマグロ3日間生活するからそれの映画欲しいからマイチ君ちょっと行っていいって言ってた。いや一気に目覚めたよね。もう服はもらってもしょうちゃんからもうカメラ2つももらってさ。うん、ごちそうさまでした。大満足でございます。キングサイズが多いな。はい、というわけで今回ね、好きなキング牛丼チャーハンでしたけども、いや本当にいざ作ってみたらたこ焼きみたいなさ、うん、なんか関西感を感じれたというか、結構今回たこ焼き具がやるにはうってつけの企画やった。確かにね。なんか前切りそれを堪能させれたかなと。なるほどね。新メニューでできてもわからんマジで。うん、ああこういうのできたんや、ほんま美味しいやんって普通に食えるぐらいの今回はキングサイズでしたけども、普通のサイズとかね全然美味しいんで、ぜひ作ってみてください。そして改めてマイク、ありがとうございます。こんなありがとうございます。本当にしょうちゃんがね結構ねサプライズ好きでね、いやあれはねちょっとキュンってきちゃったもんじゃあそれを見てお別れしましょう。ありがとうございました。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデー、ディアマイティー。ハッピーバースデー、トゥーユー。全然無理やねん。全然無理やねん。マジ？ハッピーバースデー、コングラチュレーション。俺の名前書いてる。ウィー。マイク兄ちゃん、マイク兄ちゃん、おめでとう。いいタイミングで使った。ありがとう、おめでとう。嬉しいよこれは。カメラ向かって、え、なに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 、実は、うん、あのカメラマイヒ君のために買いました。本当にこれ、これ実はマイヒ君のです。え、これ俺のなん、え、マジで、おーやったそんなサプライズある。これいつもね、日陰で頑張ってるから、これとこのGoProに交換してください。GoProまで、すげえ。GoPro 改めておめでとうございます。嬉しい。ちなみに僕からは、たけさんとマイクちょっと待っててください。出た出た。